突然なんだけど、どうした飯の相談か？家を買おうと思ってる。重たすぎるわ。やっぱ持ち家って憧れるじゃん。相談したいから専門家とか知らない？ああ、じゃあ駅前のコンビニの横にある店で聞いてきたらどうだ？ああ、あそこね。で、あそこトイザラスじゃないかい。あそこでは家具がついてるタイプもあるな。お、家具付き物件とか便利そうじゃん。それに付随してウサギもついてくる。え、ベッドがついてるの？ベッドというか住人。は？あと開閉機能がついてる家が売られてるんだ。いや、家だったらドアとか開閉できるのは当然でしょ。家の横から全体を開閉できるんだ。それシルバニアファミリーでしょ。メーカーは有名なエポック社だから安心できるぞ。おもしゃメーカーじゃん。え、もしかしてリアルの家を探してたのか？当たり前じゃん。じゃあどういう物件がいいんだ？都内の 3LDK で駅から徒歩10分以内で駐車場付きの新築一軒家で値段は3000万円ぐらいで頼んます。コンクリート付けにするぞ。ひぃ、そんな物件場所によっては億かかるぞ。マジっすか。千葉とか埼玉とかあのあたりの郊外はどうだ？千葉とかダサくない？失礼すぎませんか。なんか天からの声が。ああいう郊外でも買い物はもちろんレジャーとかあるからな。まあ都内より現実的だよね。そんな郊外に電車を通して住宅、デパートやレジャー施設を設置した人物を知ってるか？確か西武の堤康次郎だっけ？もっと元祖的な人がいるんだ。え、気になるから教えて教えて。教えてくれたらロッテのクランキーをあげよう。それで受けたまわろう。よし。ということで今回解説する人物は、小林一三だ。珍しい名前だ。なんかダンスがうまそう。もしかしてダパンプの一佐のこと言ってる？ USA USA。うっさいわ。一三は1983年1月3日に山梨県韮崎町で誕生。山梨出身って今まであんまいなかったのでは？実は幕末から明治時代にかけて山梨県から多くの実業家を輩出していて、甲州財閥とも言われてる。山梨県って宝刀しかないと思ってたよ。今すぐ山梨に向かって土下座しろ。一蔵が生まれた家は別家だが、本家は結構大きな地主で商人の家で製糸業にも進出してたらしい。この時代の人って製糸業を唐揚げ屋みたいに気軽にやってない？まあでもお金持ちの家なのか。一蔵が生まれてすぐの同年8月母親が亡くなった。22歳という若さだった。悲しいけどしょうがない。シングルファザーとして子供たちを育てないと。父親は家を出た。育児放棄するな。もともと婿養子で入って養子先から再縁するのが難しいから、こういうことは珍しくないらしい。今だとめちゃくちゃ叩かれるけど、家制度が基本だからか。さらに祖父母もすでに他界していた。もしかしていきなりハードモードからのスタート？祖父の弟、王子夫婦に引き取られて愛情を注がれて育てられたらしい。それはよかった。1978年に韮崎学校に入学。曲がったことが嫌いで喧嘩も強かった。ガキ大将の素質があるな。1885年に韮崎学校を卒業して私塾の正規社に入学。お金持ちだったからかやっぱ進学できたんだね。しかし長期フスにかかって体調が悪化して休みがちになって退学した。なんかこの時代体調不良で長期間休んじゃう人が多いな。その後一蔵は東京に向かった。あ、観光しに行ったのね。実家を離れて東京の慶応義塾に入学するためだ。結局学校に行くの？入学後慶応義塾で一蔵がハマっていたのは文学だった。本読むのが好きなの？一蔵が入った寮では雑誌が作られていて、一蔵は1年生でそのまとめ役の主筆となって自ら小説も書いていたんだ。小説も書いてたのか。一蔵は小説や芝居を見るのが好きで、大学時代にそれを満喫していた。文化活動に熱心だったのね。それが原因で事件に巻き込まれたこともあってな。事件？1890年に有名な女学校の校長の旦那で宣教師が殺害されたんだ。コナン君を呼ばなきゃ。死人増えるからやめろ。それで一蔵はこの事件の後すぐに題材にして小説を書いて新聞で連載をしてたんだ。不謹慎では？そしたら事件の内情を知っている者の小説とみなされて警察に犯人と間違えられたみたいだ。ガチモンの事件に巻き込まれたのかい？いろいろあったが、一蔵も慶応義塾の卒業が近づいてきた。あのガキ大将で病気で休んでた時期もあったけど、ついに卒業か。私は嬉しいよ。感情移入が激しすぎだ。文学青年だった一蔵に宮古新聞、現在の東京新聞に来ないかと誘われたんだ。ということは新聞記者になったの？一蔵は結構乗り気だったんだが、話が飛んだ。なんじゃい。結局慶応義塾からの推薦で三井銀行に入社した。推薦で三井銀行って贅沢すぎませんか？それで1893年1月からの出勤予定だったんだが、実際に出勤したのは4月だった。おいおい、3ヶ月も空いてるじゃん。どうした？また病気でもなったの？理由は、銀行屋になることが気に入らなくて、なんとなく行くのが嫌だった。社会を舐めてるのか。用事があって熱海に寄って
ったらそこで年上の女性に惚れてそのまま熱海に滞在したらしい。当然三井銀行からは催促を受けた。超一流のバックレだな。こういう経緯で小林一三の社会人生活がスタートするんだ。今までで一番期待できないスタートだ。三井銀行に入社した一三は東京本店秘書課勤務となった。東京本店ってすごくない？やることはお茶組や書類を運ぶとかなんだがな。なんへい。それでも当時三井銀行では毎週三井で最も重要な会議が行われていて、三井本家や中見川彦次郎、増田隆、渋沢栄一らが出席してて、この人たちの話を直に聞いたこともあったらしい。いずれも聞いたことある有名人ばかりじゃん。一三は9月に東京本店から大阪支店に配属された。当時の経済の中心地か、大阪の梅田に降りた時一蔵の気持ちは、新しい地だから気合入ってるでしょ。一人ぼっちで梅田駅に降りた時心細かった。あらやだ、可愛いじゃない。大阪支店では現金を扱う金庫係となった。ちょっとやることが良くなったかな。ただ小説を書いたり芝居を楽しむという行動は変わらずだった。まあ息抜きも必要よ。一蔵は銀行を辞めて大阪毎日新聞に入社しようと迷っていた。2年タラタラだな。一蔵が大阪で働き始めて2年が経って大阪支店の支店長が三井呉服店に転出。異動とかあるんだ。その後釜に三井銀行本店営業部長だった岩下清親が就任。名前を出すってことは重要人物なのかな。岩下は大阪支店を改革、有望な企業に対して積極的に融資していった。今の銀行に近いことをやってたのね。一蔵はこの中で貸付係を担っていた。ということはこの改革の中心にいるってことか。しかし岩下が積極的すぎたのか横浜支店長に異動となった。改革ってやっぱ難しいんだな。それで岩下はこんな銀行辞めて自分で立ち上げるわ。それで北浜銀行を設立。そんな簡単に銀行を立ち上げるな。で一蔵はというと預金受付係を任されることに。モチベーション上がらなさそう。一蔵は東京本店での勤務を望んだが叶わず名古屋支店へ移動となった。むしろちょっと左遷されてない？まあそこで係長になって2年足らずで大阪支店に戻ることになったんだが、すぐに戻れてよかったじゃん。でその際上司から大阪支店に戻る条件として結婚をして妻を連れてこい。何その条件。まあ暇さえあれば小説を書いたり劇を見に行ってるからな。趣味に没頭すると上司も不安になるというものだ。年取っても趣味に全振りのやつっているよね。なあうぷ主、なぜ私に話を振る。それで親戚からの紹介の人と結婚するのだが、これで身を固めてくれれば上司も安心。で実は結婚前から付き合ってる別の女性がいては？銀行を休んで奥さんには銀行の友人たちと約束があるからと言って愛人と有馬温泉旅行に。バリバリの不倫じゃねえか。それで奥さんがこの愛人のことを知って一蔵が帰宅したら奥さんは東京に帰った。修羅場すぎる。ちなみにこの愛人とは女性が15歳の時から付き合ってたらしい。アウトー。この愛人と1900年に結婚した。昼ドラよりドロドロしてる。ここで権有セレブレイト流したいな。やかましいわ。それで無事大阪支店勤務で貸付課長の職に就いた。無事というのに意義申し立てをしたい。この第二期大阪時代ではある程度評価されて住友銀行から引き抜きして副支配人にという話もあったらしい。ヘッドハンティングされたのか。ということは今度は住友銀行に。この話は消えた。なんで？素行が悪すぎる。どれだけ素行が悪かったんだよ。その後独立する部署の主任になることが内定して意気揚々と東京に向かった。ということは栄転なのね。よかったじゃん。それで上京して新聞を見ると予定されてたポジションには別の人間がつくことが記載されてた。はい。どうやら一晩で人事内容が変わって一蔵は辞職となった。内定出して引っ越しまでさせたのにひどすぎない？で結局一蔵は本店に左遷となって、その後も仕事へのモチベーションが上がらず1907年1月に銀行を退職した。なんかパッとしない経歴だな。プライベートがちょっとヤバいけど、ここから一蔵の新たな挑戦がスタートする。終わりは次のスタートか。三井銀行を退職した一蔵は大阪に向かった。また大阪に行ったの？元三井銀行大阪支店長だった岩下に誘われて日本で最初の証券会社の設立に参画するためだった。それまで日本になかったのか。で1907年1月19日に家族と一緒に大阪に到着したんだが大きな問題が起きた。もしかしてまた不倫してた女性がいたとか。それはもういじってやるな。当時日露戦争の後継期で株価が急騰していたんだが、
景気のいい話じゃないですか。大阪証券取引所の株価は1月19日774円だったが1月21日には660円に下落。急激に下がりすぎー。そのままどんどんと下がって2月初旬には92円に。ひぃ。それで証券会社設立の話はおじゃんになった。まあ今は時期じゃないよね。ということで一蔵の無職が決定。転職に見事に失敗したな。4月になると三井物産の人からの推薦で三井物産が大株主の阪角鉄道監査役に就任した。阪角鉄道？尼崎から福知山までの路線だな。ただこの路線は国有化されることが決定していた。じゃあなんで一蔵に監査役を依頼したのさ。この会社のメンバーが保有している路線開発許可を利用して鉄道会社を新たに設立。それが箕輪有馬電気鉄道だ。この時代バンバンと路線が増えてるな。で創立に際して株式の割り当てを決めようとしたらさっきの株価高騰で仲間内で揉めた。欲にまみれた人間は汚いの。欲のゴンゲが何を言う。ひどい。この設立に集中するために阪角鉄道の監査役を一蔵にやってもらったんだ。あ、そういうことね。1月19日に株式を一般公募して証拠金の払い込みをした。ということはあとは割り当て日に全額払ってもらって設立できるね。1月19日だと？さっきも言った通りこの日を境に株価が暴落。結果前金を捨ててでも払い込みに応じない人が続出。株式の半分は未引き受けという状態に。なんてこったい。ということで箕輪有馬はピンチとなった。設立前にピンチは過去最速だな。一蔵も箕輪有馬の設立に参画するんだが厳しかったようで。そもそも有馬温泉や箕輪公園に電車敷いても需要がないだとか言われてたからな。頼むからちょっとは調査してくれ。創立費もすでに使ってて負担をどうするかとか解散の話も出始めた。もうダメみたいですね。このピンチの中一蔵が立ち上がるんだ。ついに本気を出すのか。一蔵は箕輪有馬が成功するにはどうすればいいか悩んだ。そもそも需要がないんだよね。一蔵は会議に向かう大阪から池田に通う際、鉄道の計画路線を歩いて考えた。それでどうすんのさ。この計画路線にはあまり目ぼしいものがないからな。じゃあ無理。一蔵はひらめいた。何もなくて理想的な住宅地だ。しかも安いし土地を買い集めて開通したら高値で売却すればいい。電車で儲からなくても住宅地経営で利益出して配当を出せば株主も喜ぶ。本業で儲からなければ副業で儲けろということか。でも買収が必要だし資金はどうするのよ。それで一蔵は北浜銀行を設立した岩下に相談をした。銀行ならポーンと出してくれるかな。岩下さん、私にこの仕事をやらせてほしい。君は私に仕事をやらせてほしいと言ったがそんな気持ちではダメだ。自分の一生の仕事として責任を持つ覚悟を見せてほしい。岩下さんのケチ。子供か。岩下からの援助で甲州経済会人や北浜銀行に株式を引き受けてもらった。さらに岩下が橋渡しとなって三井物産に頼み込んで資材や機械を確保。支払いは開業後2年以内という条件だ。岩下さんのおかげでめっちゃいい条件になったじゃん。もしかして岩下さんツンデレ？ツンデレ言うな。1907年に社名を箕輪有馬電気軌道に改めた。そしてこの時一蔵も覚悟を示した。覚悟とは？一蔵はまず箕輪有馬の創立事務を引き受けた。ほう、面倒ごとをやるってことか。さらに一蔵自ら箕輪有馬の株式を5万株取得した。これが一蔵の覚悟か。1907年10月に箕輪有馬電機を設立。一蔵は専務取締役だが社長は不在だ。ということは実質トップということ？ちなみにこの時一蔵は34歳だった。楽天の田中やソフトバンクの柳田と同い年か。なぜプロ野球選手で比較する。1910年3月箕輪有馬電機鉄道が開業した。ついに開業だ。開業当初は予定より倍の売り上げだったようだ。スタートダッシュに成功したんだね。ただ開業から8日間で列車衝突事故を2件起こして死亡者も出した。おいおい。さらに開業1週間前役人に賄賂を送っていたことが発覚して一蔵は罰金刑を受けて平取締役に降格。グダグダすぎる。まあ実質専務の役割を担ってたみたいだがな。結局変わらんということか。そしてほぼ同時期に住宅も販売した。あ、なんか一蔵が出してたアイディアのやつね。ターゲットは役人、弁護士、医者、銀行員、商社の社員など学歴が高い人間だ。この人たちは新しく生まれた層の人間だ。そうか、今までにない層の人間なのか。彼らに狭くて環境が悪い都会の住宅ではなく自然があるマイホームを提供したいと考えた。確かに都内は人が住むところじゃないな。そこまで行ってないから。安くて電車が通ってるから通勤も楽だしね。しかし彼らは最近生まれた層の人間だから資産がなかった。
ああ、継続的に安定した収入はあるけど現時点ではお金がないのか。お、珍しくいいこと言うな。なんで褒めてる風にバカにされてるの？一蔵は当時珍しいカップ販売方式を採用。それまで一括で購入しなきゃいけなかったのを分割で払えるようにしたのか。当時大卒初任給が30円の時代に2500円で販売、大体年収の5倍ほどで販売されていた。あらやだ、結構安いのでは？頭金50円で残金を10年のゲップで1月24円という購入プランだった。今と比べてローン期間が短くて支払いがきついけど所得が高いそうだからいけそうな気がするな。さらに箕面有馬は発電所や変圧所を建設して伝統電力の供給事業をスタート。この頃ってあんま電力網が整備されてなかったから自ら作って販売したのか。電車はあるし住宅にも今後電気は必要になるから需要があって理にかなってるな。で住宅地開発は当然すぐに完成しないから時間を要する。逆にすぐにできたら怖いでしょ。なので利用客を増やすためにレジャー施設などを作る必要があった。なるほど、それなら電車を利用するね。それで1910年11月に箕面に動物園を開園した。当時近畿地方では京都以外になかったからな。いいじゃんいいじゃん、珍しい動物いっぱい連れてこようよ。最初は多くの入園者がやってきて上々のスタートだった。さすが一蔵だ。しかし開園から1年も経たずに入園者は減少傾向に。一体なぜだ、みんな飽きたの？景気悪化と明治天皇が亡くなられて自粛ムードがあったからな。一蔵は相変わらず運がない。追加でゾウトラカンガルーテナガザルなどを加えるもそこまで増えなかった。トラを加えても効かないのかい？自然の岩を利用して猛獣を飼うも地震で亀裂が入って土砂で崩壊。自然が脆すぎる。あと猛獣の飼育は難しくて維持費がかかるらしい。猛獣なのにそんな繊細なの？結果箕面動物園は閉鎖された。悲しい。まあこれはある場所を集中開発するためだ。ある場所とは？宝塚だ。ここには宝塚温泉があって阪郭鉄道の営業もあり急速に客が増えていた。それに乗っかろうと。ああ、温泉を利用したレジャー施設を作ろうと考えた。そしたら温泉地がもっと栄えるね。しかし地元の有力者がこれに反対。理由は温泉の利権だ。クソ、金に卑しい人間どもめ。お前が言うな。それで一蔵は埋め立て地を買収して1911年新たに宝塚新温泉を開業した。ないなら作ればいいってか。大理石の大浴場に大広間にはシャンデリア、広い浴槽にライオンの口からお湯が注がれた。なんかザ豪華って感じの温泉だな。この宝塚新温泉は大盛況でどんどんと客が伸びていった。久しぶりの成功事例を聞いたな。1912年7月に大浴場の隣にパラダイスを建設した。パラダイスってなんかいかがわしい施設なのでは？そうは、パラダイスというのは宝塚温泉の新館で当時では珍しい室内プールが設置されていた。一蔵は新しいもの好きだな。しかしこの室内プールは大失敗だった。なんでさ、若者が賑わうインスタ映えする施設じゃん。ナイトプールみたいに言うな。当時男女の同浴が許されてなくて水中の競技とか2階から見るのも許されなかったほどだ。テレビの規制以上に厳しすぎるだろ。しかも日光が当たってなくてな。まあ屋内だし、冷たすぎて5分ぐらいしか泳げないらしい。ただのでかい水桶じゃん。外国では温める仕組みがあるんだがその存在を知らなかったらしい。誰か気づけよ。一蔵はこの失敗したプールを生かして新しいものを誕生させた。やはりインスタスポットにするしか。レプリカ、それが宝塚消火隊、現在でいう宝塚歌劇団だ。え、あの宝塚歌劇団ってプールの失敗から生まれたの？その流れについてだが、ふむ、とここで時間もちょうどいいので後半にする。ここで切るんかい？